冷凍食品を保管している倉庫になります。設定温度は約マイナス25度に設定されており、濡れたタオルも凍ります。3月4日、東温市質川の東温高校で中小零細企業 PR 交流事業が行われました。これは東温市が地元の中小零細企業の人材不足解消に向けて、高校生や大学生と地元企業が交流を図れる場を設けようと取り組んでいるものです。今回は東温高校商業科の1年生59人が参加。東温市で35年間着物を作り続けている株式会社岸本や、電子黒板から不燃木材まで新しい事業に意欲的な株式会社佐川など、東温市で事業を展開する企業6社と交流をしました。商業科の1年生を対象にキャリア形成事業の一環としてこういう機会を設けさせていただきました。地元の良さであるとか、地元でこういった素晴らしい企業があるんだというところがお伝えできたこと、そして将来的には東温市で働いてくれる人材が少しでも多くなるような取り組みだったんじゃないかと思います。この日はまず企業がそれぞれ作った PR 映像を鑑賞。生徒たちは地元の企業の知っているようで知らない情報に熱心に耳を傾けていました。その後、複数の教室に分かれてオンライン交流会。オンラインで行われるのは今回が初とのことです。コロナでのダメージはどれぐらい受けましたか？県内でもその営業に行くって出ていくっていうのが難しくなりましたね。やっぱこれからもまだこうやってズームをつなげて、遠隔で商品紹介するっていうのは多分なくならない。 PR 動画とかも見て、企業の方がこうやって働いているんだなって、就職したらこういうふうに自分も働くのかなって未来を想像することができました。相手の気持ちを思いやったりとか、自分だけじゃなくて働きやすい職場にしたり、新しい商品をっていう、その使い勝手を良くしたりとかっていう、いろんなことを考えながら頑張って努力して働いていくっていうのが大切なんだなっていうのを発見しました。目と目を合わせてっていうのがやっぱりすごく分かりやすい授業だったので、これはすごい大切なことだなと思いました。地元で広がる将来の夢、そのきっかけができたようです。